3日以内に5万円を支払うようにって、これ無料じゃないの？どうしよう。1回以内にちゃんとお金払ってもらわないと困りますよ。ガチャは1日に何回かしか引いてなかったと思うけど、全部でいくら課金したんだろう。うわっ、3万円、こんなの高すぎるよ。どうしよう、親にバレたらただじゃ済まないよ。どうしよう、怒られるかな。人に相談するのは恥ずかしいし、こんなことで相談するのもな。急に高いお金を払わなくてはいけなくなった、偽物が届いたなど消費者トラブルにあったときどうすればいいでしょう。困ったまま放っておくと、もっと困ったことや大変なことになるかもしれません。そうなる前に親や家族、先生や地域の相談機関に勇気を出して相談しましょう。お父さん、実は僕、そんな大変なことになってたのか。こんな時に相談できる専門の相談機関があるから電話してみるか。確か消費生活センターは、そうそう、188番だ。188、いやいや、泣き寝入りはいやいやで覚えられるんだった。買い物や契約、商品に関することなど消費生活で困った時には消費者ホットラインの188番いやいやにお電話ください。土日祝日も相談できます。消費生活に関するトラブルを解決するお手伝いをします。188番、いやいや、泣き寝入りはいやいやだね。早速電話してみるよ。ちょっと待って、相談するときには困ったことを整理して伝えましょう。いつ、どこで、誰と、どんなときに、どのようにをメモに書いておくと相談しやすいですよ。いつ、どこで、これでよし。それじゃあ早速電話だ。いややっと。こちらは消費者ホットラインです。音声案内だ。最寄りの相談窓口を案内しますので、お住まいの郵便番号がわかる方は1を、そうでない方は2を押してください。郵便番号はわかるから1、それと郵便番号は770の。はい、こちら消費生活センターです。相談したいことがあるんですけど。でははじめにお住まいの市町村名、年齢を教えてください。はい、徳島市に住んでいます。16歳です。それではどうされましたか？実は。こうして翔くんはトラブルを解決することができました。困ったことがあったら勇気を出して相談しましょう。